僕はとりあえずはやりたいソフトイコールなんで、あとは12月のクリスマス商戦で本格的に来るのかなと思ってたんで、11月は予想だにしてなかったので、まあ見送りですね、一発目は。そうですね。互換性はどうなんだろう、 PS4 と。あ、あるみたいですよ。4は98%はあるうちですけど。デジタル版だとできないんでしたっけ？お、焼き鳥さん、こんばんは。こんばんは。僕いつもね、新しいゲーム機出るとね、すぐ買わないんですよね。若干見て不具合とかそういうのをひとしきりみんながうわーって言ってるのを楽しんで見てから落ち着いて、ああ、本当なに大るほ丈夫なのっていう感じで買うんですよね。ど。うん。なんだ使えねえよこのゲーム機みたいな、最初みんな言ってんのを見て ってゾロ目見ろって言いながら見てるって すぐ買わないんですよね。一番最初のやつは絶対買わない。携帯スマホもそうだし。なくさん、こんばんは。こんばんはです。なのでちょっと、いや、まあね、特にやりたいもんないんでね。そうですね。まあでも正規の値段としては、5キュッパでしたっけ、大体。いや、4キュッパじゃないですか。4キュッパ？ディスクありが4キュッパで、ドライブなしが3キュッパじゃないですか。じゃあ4キュッパかな。ドライバーあった方がいいな。何でし中古たっけ？のパッケージ版とか買えなくなっちゃいますよね。6万か。6万だったら当時の予想通りかな。まあ、あと8万とか10万とかしたらどうしようと思ってたんで、それはなかったから、まあ別に落ち着いてから行けばいいかなっていう感じで、今焦って買おうとは思わないですね。ここで飲まれたらアウトなんで。コメント、焼き鳥さん、初期の期待は怖いですよね。そうですね、ちょっと警戒してますよね。ナフさん、PS4 も知り合いと遊びたくて買ったけど、2、3回しか起動してないし、積みゲーもいっぱいあると私と真逆 ああ、どうでしょうね。わかんないながら買ってよりは、いろんな人が使ってみて、ああだったよ、こうだったよっていう、また YouTube にが、あの動画いっぱい出ると思うんで、それ見てから、今買いなのかなって、もう別にまだそこまで急がなくてもいいかなっていうのもありますし、それと、今使ってる PS4 Pro が、まだ結構新しめなんですね、ホワイトで。なので、逆に言うと、売り時なんですよ、早いうちの方が。なるほど。なので、そこら辺を見極めてから、売りんだったら売りに出そうかなって思ってます。まあ、両方持ちたくないんで、僕は金銭的に、ちょっと貧乏人なんで、PS5 買ったら PS4 売る。ですよね。なので、そう考えると、ディスク版じゃないと意味がないです、僕の場合は。ああ、そうですね。あとは、そうだな、今 PS4 でかなり満足してるから、11月2ヶ月後に出たからって言ったって別にって感じですね。来年の春ぐらいでも全然いいんじゃないかなっても思うですし、このゲームが、F がいつですかね。14、16? 16。今年に出るんですか、それって。いや、わかんない。なんか、トレーラーが出てたんで、作ろうかMMO ですな。か？普通の、ストーリーな感じの。一人用のじゃないですかね。なるほど。PS5 のみなのかな？ PS5 独自のそのシステムを使ったやつで PS4 にはできないゲームだったら、かなりのグラフィックが期待されるのかもしれませんけど、まあ同時発売はないでしょうね。ね、多分。ねえ、売りたいんだからね、PS5 をね。
といった感じで、ちょっと、まあ、雑談が多いね、ライブなんでね、FF の場合ね、ちょっとのんびりやらせてもらってますが、また、いつもの通り、フリーカンパニーの方からお知らせです。はい。絶賛募集中ではないんですけど、当方の僕らのフリーカンパニー、スーパースカンクでは、メンバーさんを募集しております。はい。で、昨日、お家がモテるようになったっていう。土地保有権を獲得したんですよ、昨日。カンパニーランクが6に上がってね。で、じゃあみんなでね、お家とか持ちましょうか、なんて話は一切ないですけどね。はい。そんなこと誰も言ってないよっていう。金がないです。お金がない。一枚もいてないわ。何百万とかで買ってられるかっていうね。メンバーが10人とか20人いたんだったらまだしもね、この人数でそんな300万出しちゃうとか絶対ねえわと思って。はい。特に強制的なものとか何もなくて、のんびりみんなで楽しくやっていきましょうっていう感じのフリーカンパニーではあります。社会人というか、中学生以下は無理、お断りさせていただいてますが、それ以上の常識のある方は、ライブとかでもね、コメントで参加していただいて、そこから仲良くなってからって感じでしょうかね。詳しくは、このチャンネルの動画 FF で、ライブで7番ですかね、今ライブのタイトルに8番か9番って書いてあるはずなんですけど、2つ前かな、まあ、7番ってところにフリーカンパニーうんぬんっていうタイトルがあるので、そちらの方を見てもらえれば、こういう感じの人を募集しますと、こういう感じの人は、ちょっとごめんなさいというようなことを喋ってますので、それでよろしくお願いできればいいかなと思っております。はい。そんなね、絶対メンバーいっぱい増やして頑張るぞっていう感じのものではないので、もちろん現存のメンバーの方が大事ですので、はい、ちゃんとそこら辺は落ち着いて、人選していきたいと運営としてね思っておりますので、はい、まず敬語とか挨拶とかできない方は、まあ、虫がいる、難しいかなといった感じです。そこら辺の常識は分かってる方でよろしくお願いいたします。はい。本日は腹たり攻略ということです。ちょっとね、僕もだいぶ前にやったまま、さっきちょっとだけご飯食べながら予習動画見たんですけど、途中までしか見てないんですね。なのでちょっとギミック忘れてるんですけど、特にこのレベルなんで難しいことはないのか、あーこの人すげえなーって思うんですね。この猫はヒロさんの猫ですかね、これね。あ、ミニオン、はい、そうですね。ああ、僕の体を突き抜けてますね、これね、完全にね。完全に体を無事に破れましたね、僕のね。はい。で、今日はまた野良さんにお手伝いしていただく感じですかね。僕ら3人で行って、ちょっとじゃあパーティーにお誘いします。ちょっとフリーカンパニーね、で、回したい。あと知ってる方とかで、ID 回せれば楽なんですけど、なかなかこればっかりは。パーティー、ヒロさんで、マジンさん。パーティー。はい。はい。かしました。ああ、コメントなくさん、誰もいなければ AD、RD、ID 終わったら、行くよ。なくさん、今 ID 中なんですね。ナフさん入ってくれるんだったらナフさん待ってた方がいいかな。変な、またね、急ぎ足の人一人入ってきたら、結構僕らね、ロンビリ行きたいのでね。そうですね。うん、知ってる方がいらっしゃるんだったら、そっちの方が全然、のんびり行きますからね。はい。はい。あとは、ちょっと僕は今日、実を言うと、ハウケタだとばっかり思ってたんですね。勘違いしてたんですね、順番を。うん。なので、まあ、ハウケタの次がタイタンだと思ったんですよ。腹たり、トトラク、ハウケタか。ご用定
て、多分その次タイタン戦だと思ったんで、そしたらハウケタが今日ハウケタだから終わったらタイタンやろうと思ってたら腹たりと勘違いしてたんですね僕ね。前回カッパーベルで終わってるので、その次腹たりトトラクが待ってるのを飛ばして、歯だけ似てるから腹たりとハウケタを間違えてたんですねはい、なので今日はハウケタとタイタンをじゃあ一緒にしちゃおうかと思ってたんですけど、仕事中ちょっとぼーっと考えながらやってたら、あれ今日ちげえなっていう、なんか抜かしてんなと思ってたら、って感じだったんですね。なので今日は腹たりレベル20で、ちょっと思ったのが、僕ら、まあ、順当に今ジョブは最初からのジョブじゃないですか。僕は呪術師持ってるし、まあヒロさんは槍で、はい、マジンさんは斧で、最初からあるジョブじゃないですか。はい、これが僕が召喚師とかにチェンジしちゃったらいけんのって、学者とかにチェンジしたらいけんのって感じするんですけど、どうなんですかね。私今斧ですけど戦士なんですよね。はい、斧士じゃなくて、あ、学者とかって DPS でしたっけ。学者は平ですよ。あ、平。違うロールでやるってことですか。うん、全く違うんですよ。噛んでんのはあるんですけど、学者で覚える、そこから波術師からの派生かなってあるんですけど、学者だとね、まずフェアリー持ってるのはレベル30からなんですよね。で今僕らが行こうとしてる腹たりってレベル20じゃないですか。はい、それでどうなるのって感じ、スキル的には。ああ、なるほど。レベルないとどう、うん、いけるんすかって、その学者とかで例えば。スキルがね使えないってことですね。うん、今の状態だと僕だと幻術師のスキルは使える白なんで、うん、でヒロさんも操術師のスキル竜騎士使えるじゃないですか、はい、最初からのやつ、はいはい、で魔人さんも戦士からのやつ使えるじゃないですか、不術師からのやつ使えるじゃないですか、はい、だから問題ないんですけど、派生がガッと変わって学者とかになっちゃったらどうなんのっていう感じですね。召喚師とかになっちゃったら、うん、レベル30から切り替わるんですよあれって。あ、で元から持っているフィジックとかああいうのはまあ分かるんですけど、レベル30から取った召喚獣とかってどうなるのっていう、下手すれば何もできないの、それともそのジョブは選べませんになるのってちょっと思ったんですよ。うん、うん、そう、学者とかで言ったらどうなるんだろうって、何もできないまま終わるのかなとかね、いきなり知人とかでそう、だからそこら辺が知りたいなと思って、知ってる方いらっしゃらないのかなっていう。例えば皆さん今持ってないですけど、先制術師とかで いけるんですかって。今のこのレベル20って先制術師存在しないじゃないですか。ああ、そっか、選べないのかな。だからそれどうなんすかって、レベリングはどうなるってシンクされて、スキルはどこまで使えるんですかっていうのが知り、すごく知りたいですね。うん、うん、そうするとまあ、ルーレットやると、例えば先生術師使ってる人はルーレットやると下の方のレベルのやつはいけないことになっちゃうじゃないですか。そうすると、ああ、そっか、そう、だからそこら辺の矛盾点はどういうふうにしてるのっていう感じがすごく知りたいですよね。うん、ちょっと調べてはいるんですけど、うん、言うたら侍とかもそうですよね。ああ、そっか、60以上ですもんね。はい、これがレベル20の ID 来ちゃったらどうなるんですか、スキルはっていう感じ。いけないのかな。でもレベル、僕
僕らストーリー進行で一応60からだけど、なんだっけ、ナクさんコメント普通に平枠だった気がする。まあでも育ってるのは、そっか、侍とかやったことないから分かんないですけど、1からなのか、先制術師も1からだったってっけ。どっからかはレベル30から始まるんですよね。そうですね、一応戦士も30からです。あ、ナクさん来た、ナクさん手振ってる。パーリー、これライブだからこれロール変えましょっか。ずーっとヒーラーじゃ見てる人面白くないですもん。ナクさんヒーラーってお願いできますか、本職ですもんね。あ、大丈夫みたいです、大丈夫みたいです。じゃあ僕はやりしかないんだよね。あれやります、タンク。なんだったっけって言ってた俺がタンクやっていいですか。ぐちゃぐちゃだってもいいですか。ぐちゃぐちゃでもいいんじゃないですか。はい、ね、身内のあれなんで、お、うん、楽しみましょう。お、ぐちゃぐちゃでいいですか。はい、じゃあ全滅覚悟してください。まずスキルがどれがどれだったっけ、どこにどれを配置してたっけ、昨日までやり合ってたら、やり合ってたから。ああ、これ変えるとちょっと一瞬どれがどれだっけ分からなくなりますよね。なっちゃうんですよね。はい、どれに来たらどの敵にはヘイト巻かなきゃいけないっていうの分かってないですけど大丈夫ですかね。はい、もう大丈夫じゃない、そんなすぐ死なないんですよね、はい、ごめんなさい、ナクさん普通に迷惑かけるかもしれません、僕が初めての ID であれなので。ちょっと待って、 ID 入ってなくない？はい、腹足り入ってなくない俺。腹足り俺入ってないのはなんでです？下は出てるんですよね。トトラク入っててハウケタ出てます。はい、腹足りは入ってないです。あれ、なんで抜けてるんだろう。俺ズルしてないっすかね。あれ、俺くぐり抜けてきちゃったもしかして。ナクさん解放されてないからかな。解放されてない。そこまで行ってないと。俺飛び越えてきちゃったってことですか。今払ってちょっと参加してみるか、払ったりで、うん、で多分できなきゃ、あ、パーティーリーダーでもないからできない。あ、ナクさん払ったりは確かメインクエとは別でサブクエかなんかで解放だった。じゃあ無理ですわ。ああ、そういうことか。ちょっと待ってください、難易度上がってるような気しますけど今も、待ってください、トトラク全然わかんないですけど難易度がっつり上がってません今。はら、ちょっとトトラク記憶にありますか。僕全くわかんないですけど、トトラクトトラクはどうだっけな、6でしたっけ。あー、なんか薄暗いとこ行くやつか、まあ全部薄暗いか。どこっぽいとこか
あれか、何かというとドクルールとこですか。そう、そうですね。ドクルール大丈夫です。マジか、チョモさん、こんばんは、こんばんはです。やりまーす、ポトラック。じゃあ行きましょうか。知りません、もうどうなっても知りません。自分も覚えてないです。参加。はい、じゃあ突入します。はい、皆さん死ぬ準備はいいですか。わかりました。やべ、スマホが。コメント、ミルパさんこんばんは。こんばんは。いろナクさんが止まんねえよ。じゃあ行きますよ。俺本当にわかんないですよ。俺本当わかんないですよ。全然わかんないですよ。はい、道順スタート。まずこっち。あ、使えるんだ。ヒロさんの方行っちゃって、行っちゃいました、もしかして。ああ、大丈夫。ちゃんと管理してなかったっすね。で、これ関係ないですよね。なんですかね。窓フォトセルが関係するやつでしたっけ。ここはこのフォトセルありましたっけ。はい、あの目の前に。あ、あります。うなずいて見せた。あ、ナクさんがそうだよって言ってるから大丈夫でしょう。うん、あれを。ん、あいつは動かないの。こいつが先。あ、動くんだ。ごめんなさいね、ちょっとごめんなさいね。これナクさんが多分一番大変だ。ほんとごめんなさい。で、こっちかな。こっちは全然覚えてない。ん、ナクさん、んって言ってる。全然平気だよ。申し訳ないです、本当にね。いきなりですからね、僕が。じゃあ、次回、あそこ行きましょう。ここいきなりにしてはマップ難しくないです。マップ広げまーす。上の方行った形跡がないってことは、このまままっすぐ下の方向かってっても平気ってことかな。2つ道がありますね。あ、そうですね。どっちでも。うん。まあ。肝、好きな、うん、好きなホール、肝袋まで。いいね。この、本来の。いや、せっかくだからさ、ちょっとなんか本番めいた感じでやりたい。俺も。緊張して。ああ、面白いな。ヘイト言っちゃってんのか。ん？窓フォトセル、これだ。ちょっと待って、俺全部やるんですか。ちょっと待って、ちょっと待って、怖い怖い。本来だったらしっかり予習してやらなきゃいけないものを全然予習しなくていくとどうなるかっていうのは。はい、ナクさん、定番のセリフ言ってもいい？お願いします。
定番のセリフ、ちょっとセリフ待ちじゃ。タンクさんスタンス、タンクさんスタンス、タンクさんスタンス。あの剣術師ですよ今。はい。アイアンウィルを入れないと。ああそうだ忘れてたそうだそこだ、ね、ヘイトね、あビルを入れないとまヘイトが溜まってかない、そうだそうだ、一番重要なこと忘れてました一番やったらあかんことよこれ、ダンジョン入る前に入れといてもダンジョン入ると解除されちゃうね、はい、確か。あ、そういうもんなんですか。そうなんですよ、確かにね。だから大体もう一回すぐ入れないと。おお、びっ。チョモさん、ケルさん、スタンスは入れないのですか。みんなに言われてる。あのですね、僕のスタイルは入れない方かななんてね。ここあれですよ。線がありますよ。シンクされると。シンクされるとスタンス落ちちゃうの。あ、なるほど。窓ターミナルを触った途端に敵が来るやつ、違うか、ん、フォトセル確保しました、え、え、何、時間差、はい、もうちょっと引きで見たいな、フォトセルが4つないとあかんと、今まで過ぎてった場所にあるんだ、もしくは戻るとか先の方行ってからも取ってくるとかそういうやつだ、ってことは先の方行けばいいのかな、戻るのかな、いや了解、こっちの方今通ってきたところに3つあったのであと1つ、どっか近くにあるのかな、あと1個はここにあった、ここにあったってことは4つ、使用しますかになった、宝箱ここで4つ目になって宝箱を開けたい方は開ける感じで、バイザー今4つを使ってターミナル触った、触っ使用しますか、使いました、で入ったのかな、これで会場なんだ、あなるほどね、うん、影に隠れてるね、あの人は巡回かな、うわこっち来るんだ、よいしょ、あ忙しいな、うん、まだ範囲が来ない、あお今度は敵が落とすやつだ、でここって吸い込まれるダンジョンじゃなかったでしたっけ、ああ、クモの巣みたいなやつですか、ヒューって吸い込まれてクモの巣みたいなやつ、あでもこの後も出てくる、誰かいる、奥のやつも、奥のやつもあいつ来るんだ、ヒロさんこれ緊張感いいっすよ、ああ自分も今ドキドキしてますこの魔人さんとかナクさんとかチョモスさんが味わってるこの
縦の緊張感こうなんでしょうね。重いな。焼き鳥さん、野良さんだったら注意されちゃうパターンのやつですか。野良だったら多分こういうミスしないと思いますよ。ちゃんと皆さんも慣れてやってるので、ほんと初心者って感じですね、このミスはきっと。若葉マークならいいんじゃないですか。じゃあ俺ずっと若葉マークがいいっすわ。プリン。裏側誰もいない。あ、いるんだ。でかいプリンいるんすね。あ、ちょっと今遅れたな。適当に進んでるけど、うぃー、3体いる？みんな絡んできたか。このルールがあったらもうレアのジャンプ技が使えないのが寂しい。どうです、ヒロさん、タンクの敵で自然にできてます？それともちょっと間をついてます？全然大丈夫ですよ。大丈夫ですか？いやいや、僕がそんな言えるあれじゃないでいす。や、ここはちょっとシュヒロさん、正直に言ってほしいですよ。ああ、はい、OK。今後のために。余計な、俺、余計なとこ行って全滅させようとする癖があるから それいらないんだよね、きっとね。いや、でも楽しいですよ、すごい。ちょっと余計なとこ行って敵を全滅させましょうか。奥の方、奥もなんかあんの、これ。ごめんなさいね、ナクさんね、ちょっとバフ使うのが遅いですね、僕ね。ごめんなさい。なんもないの？なんかあるの？すんげえ植物綺麗ですけどね。宝箱があるんだ。ああ。宝箱発見。ナクさん、バフなんてたかなくても、死なせないから大丈夫。プロだよね。プロだよ。かっこいいセリフだよ、これ。惚れちゃうよね。あ、注意！もう一匹いた。多分。弱気になった。いきなり弱気になった。落とせる。うん、オッケーか。で、上の方かな。あ、宝箱？うん、開けてくれました。全然気づかなかった。パスパス。で、上。え、ここってこのマップで終わりなんですか？もうすぐ。あ、ここだ。吸い込まれるとこ。きっとここですよね。あ、本当だ。一人が行ったら、ほら、ダイソン行くよ、ダイソン。ほら、吸い。よいしょ。画面見づらいんですけど。吸い。着いた方が。なんかね、すげえ引いてるんですけど、これいっぱいいっぱいみたいです。ぶつかってます、今。もうちょっと引きたいんですよね。前からあれなのかな。
フィーチャーと。ダンジョンによってはあれかもしれないですね。うん、範囲が見づらくなるじゃないですか、あまり接近すると。ああ、そっかそっか。どこから来てるの？よいしょ。3体ね。逆に見づらくなる。お、マジっすか。これみんな火力あるから別に俺あんまやらなくてもいいような気がするで、あ、ここってぶち壊すんでしたっけ、この壁を。あ、で、入って、入って、こっちの方行けってことかな？ターミナルまで動かないよね。ですよね。今3つしかないので、あと1個、ここっぽいですね。行きますか。行きますか。うんうんって。うんうんっていう声が聞こえたね、今ね。あ、あったあった、フォトセル。敵は柔らかいな。うん、ん、行き止まりのところにも何かあるのかな。ちょっと見たいんだよな、こういうのって。あ、そうですね。なんか宝箱開いてる。なんでってことすな。へい、俺方向落ちたから行った場所何回もぐるぐるしちゃうんですけど大丈夫ですかね。大丈夫です。ここ行ったよね。行ってない。敵がいる。今フォトセル取ったからその必要ないってこと。ああ、そういうことか。そう、行かない。あ、なんか巡回してる。ナクさんがこっちがいるってことはその必要がないってことだと俺は思う。ああ、なるほど。人の顔を見て読んじゃう。やらしいな。ナクさん、でも、でも、行ってないところにはロマンがありますよ。ロマンを求めますロマン、ロマン重視でいきます。じゃあロマンというののでかいスライムだったらどうしよう。プリズンロック、あ、ちょいや、ロマンとは程遠いキノコっぽいやつとかいるんですけど ロマン、ロマン、あ、あれです、ロマン、ロマン発見しました。いや、本当だ、ロマンがあった。あ、これ俺立てたから俺あれや、取れるやつがきっと、もしかして縦は縦のやつが唯一競わなくても取れるんですよね。ああ、そっか、一人しかいないから、うん、はあ、ロマンがあったから行ってよかったけ、気がつかないうちに俺走ってるます、もしかしてちょっとちょっとね、面白い面白い。でターミナルを起動、ここで敵が来るんだ。ちょっとレベル上げすぎたせいで使えない技が結構あるのが 目障り結構。うん、
っぽい。一応呼んだ方がいいですよね、俺ね。いやーちょっと順番とかわかんない。はい、しとこう。これサクサクしなあかんの、みんな多分 HP 減ってんの俺のせいよね。毒とかのせい。うん、毒のせい。毒、宝箱発見。大体毒のせいです。ブリーチ欲しいな。マジさん欲しいの？いや一応ニードだ。じゃあ俺パスしとく。ん？パスします。サイド、うん、オッケーよ、オッケーよ、パスしとく。あ、毒だ。毒だ。ここ毒だ。キャー！ヘビーだ、ヘビー。で、ここ座れます。みんな来たら、ダイソン。ここダイソンゾーンです。あ、ほんとだ。よし。もう一匹奥から来てまーす。で奥またヘビーからの敵が、眉もあるのかなあれ、ちょっと見えないけど、うん、敵がいる。よいしょ。で壁ぶっ壊しからの古中、眉か。おお、見えねえ。遠距離助かります、うん、遠距離攻撃助かります。古中眉、また遠距離お願いします。ありがとうございます。うわー、座れた。おお、間に合った。ちゃんとヘイト見なきゃね。スキルをね、全然使ってないの僕。余計なスキルっていうかね、ちゃんとしたスキルを全然使ってない。余裕がない。こいつ絡んでった方がいいのかな。一生懸命なんだよな、ナフさん見てると一生懸命なんだよな、なんか。もうちょっとでゴールけど、まあいい、ありがとうございます。遠距離助かるんですよね。シールドロブだと結構距離短いから届かないんですよね。うん、半分ぐらいですよ。はい、そんな違うんだ。全然違うんですよ。だからスバラで届くんですよ、ヒロさん。ああ、なるほど。あそこからスバラにポーンと一撃。崖のとこですね。はい。あ、やべ、入っちゃった。あー、ごめんなさい、ファイ向けちゃった。味方に範囲向けるとは何事だ。
で、こっちかな。この音すごいっすよね。ゴギンゴギンみたいな。すごい。眉か。ちっちゃい子がいる。ちっちゃい子がいる。コチュマユ、ありがとうございます。いいかな。拷問の間の扉。大丈夫だね。ブリーチが来ました。ギミックわかんないですけど大丈夫ですかね。お、また吸い込みだ。あ、やば、行き過ぎた俺。もう一匹だが、やべやべやべ。まいとこ。こんなの仲間内だからできるんですよね。一人でじゃあ野良さん相手にタンクデビューなんつったらめちゃくちゃきますこれ、プレッシャー。いやでも面白いっすよ、怖いっすけど。うんうん、敵かな。ライトニングスプレート。こっち眉、眉が一緒にある。ライトニングス。オッケー、あと壁がまた向こうに。ここでラスボスですかね。全然覚えてないっすね。ラスボスどんな人でしたっけ。どうだったっけな、覚えてないな。全然、もう行きますか。うなずいた。うなずいた。誰。あ、結構、あ、尻尾壊すやつじゃなかったんじゃこれって。ああ、尻尾は分離するやつでしたっけ。最初本体でやってから尻尾でしたっけ。ナイス。いや覚えてねえな。お、範囲来た。あ、そうだ、尻尾取りするやつだ。ですよね。はい。尻尾先にやるんだと。あ、ザコやザコや。シビはどうぞ。あかんやろ。うわ、ちょっと難しいな。尻尾が脱皮した。あ、毒のところで戦わせちゃいけないんでしたっけ。ああ、そう。これを毒を早く壊滅させないとまずいってやつで、本体尻尾やられたんで、この本体でこの野郎、俺がこっち側連れてこないとダメってこと、もしかして。難しいな。
終わった。うん、来ましたね。うーん、ちょっとまごまごしちゃいましたね、最初なんで。お疲れ様です、ありがとうございます。うん、これ全体マップ透過させてやった方が全然楽ですわ。あー、なるほど。ナクさん、ギミックの解説ですが、尻尾が毒沼を作るので、尻尾が出てきたら壊すのと、僕は毒のない方ない方と移動誘導させるんじゃなかったでしたっけ。毒沼が普通の毒より痛いのでってことか。そういうことか。あそこで戦っちゃいけないんで、やっぱりヒーラーさんがだいぶ痛い目を見るんですね、それやっちゃうと。ああ、なるほど。なので僕がさっき毒のいるところであいつ戦ってたんですけど、毒のいないとこのとこで呼んで戦わないといけない。うん、なるほど。後半ちょっと気づいたんですけど、もうちょっと遅かったですよね。うん、もしかしたら端っこの方で最初戦って毒の範囲を徐々に広げていく感じだと逃げられたかもしれないですね。最初から中央だとほら、うん、逃げられなくなっちゃうじゃないですか。今回のパーティーだと DPS さんが近接しかいないので、うん、毒の場所をしっかり考えないと DPS さんが毒魔になっちゃう。なるほどね。移動、うん、誘導を、敵の誘導をちゃんとしておかないと DPS が痛い痛いになるってことですね。いやー難しいけど面白いっすね。うん、うん、面白い面白い。これ結構緊張します、かなり緊張します。で、普段フェイトとかでいろんなスキル使ってやってるんですけど、いや実際これまあロブといつものワンツースリーと、あとたまにファイトアフライトとランパートを使う、ちょっとバフ入れるぐらいかな。えなくさん、でも多分平さんが慣れてる方なら、ザコとボスのタゲ取ってればどうにでもなるはずです。いやー難しいね。1回目にしてはぼちぼちですかね。そうそう、初回がいけない子か。確かに弓矢だぜ。出ますか。はい、あ、もしかしてヒロさん、ここではサムネ取らないでしょ、こんな毒っぽいところじゃ。毒取りますか、あとの毒っすよ。毒の中に入って取ります。すげえ嫌な感じじゃないです、毒の中に入って みんなでお座りして取ります。ちょっと俺お座りしようか、毒の中で。嫌な感じだな。完全に僕の画面からすると、僕のなんですかね、右側に誰かいてほしいです。バランスが ものすごく、魔人さん、魔人さんが僕の逆側、右側。ちょっと待ってくださいね。毒だよ。すげえ毒だよ。あーいいっすね、あーいいっすね、毒っぽくて。あーいいの取れた。毒ダンスです、毒ダンス。あ、みんなそうって。みんな顔がよくねえな。死んでんな。あ、ヒロさんのキャラクターあれに似てる、カリナさん。カリナ、ほら顔カリナにすげえ似てる。本当だ。あ、ありがとうございます。サムネできました。で、マジさん、ラインハルト氏に似てますね、顔がね。出ますよ。はい。じゃあ、
お疲れ様です。ありがとうございました。あ、お疲れ様です。いやー、面白い面白い。ちょっとまたあとあの場所へ戻って。ちょっといいかもしんない、これちょっとやってって。なくさん、お手洗ってきま、あ、はい、了解です。ありがとうございます。自分もちょっといってらっしゃい。よし、誘導もそうだし、ヘイトもそうだし、敵のやる順番もそうだし、場合によっては。ですね。タンクは、なるべく敵の背中を DPS さんに向けさせると、DPS のダメージが上がるので、敵を倒しやすくなります。いざでも3、4匹来ちゃうと結構わけわかんなくなりますね。わかんないですね。範囲攻撃してなんとかターゲットってるので精一杯ですもんね。まだちょっと余裕が出るにはやっぱ何十回かやってみて、あと場所でも全然モンスターどんなモンスターが出てくるのかって全然違うじゃないですか。そうですね。こればっかりは一ところにつき 5,6 回やんないと慣れないですよね。慣れるには何週かしないと。たかが一つのマップ ID を一回やったからとか全然無理っすね。そうですね。先には進んでるんですけど。はい。終わってからなんでしょうね。仲間さんたちの活躍があってこそのってよりは、タンクたるもの、ちょっと先導というか余裕を持ってやりたい感じにはなりますよね。そうですね、シールドロボでしたっけ。はい。で、なるべく先にやってそのまま突っ込んで相手の背中を向けさせたりとか、ね、いやー、ナクさん、ただいまです。お帰りなさい。ではどうしよっか。前回が今4人、今僕ら4人だよね。全員盾でお願いします。おお、おしゃれだな。エレガントですね。対局だよね、マジンさんとヒロさん。対局だよね、本当対局だよね。鎧と。はい。コメント、チョモスさん、全員盾企画。ちょっとイフリートね、前回やらなかったですからね。イフリートでやって。はい、チョモさんも来ればあのメンバーと都会控えであれですけど、とりあえず今はこの4人で行きますか。回復いないので死んじゃった方は負けですからね。生き残った方まあ生き残れればいいですけど、ちょっと兼ね合いですかね、取引ですかね。ヘイト取ったりやめたりが重要かもしれないですね。ああ、なるほど。で、途中で湧くやつはあれ全員でやってくださいね。はい。あれ選択できないのこれ。これを外してこれか。チョモさん、今日はできないので皆さんで楽しんでください。あ、了解です。ありがとうございます。
ちょっと十字に分かれます？ああ、なるほど。ナイト、ナイト、ナイト。魔人さんが剣術師。剣術師、まあレベルはレベルが変わんないです。いきますか。ナクさんが多分ラグがあるはずなんで、ナクさんが動き始めたら僕らスタートね。あ、了解です。ナクさんが先手取ったら僕らスタート。いいっすよナクさん、大丈夫っすよ。行くぞ。マジさん危ないじゃないですか、マジさん。マジさん危ないじゃないですか。取りすぎるとそうなるんですよね。危ない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 。このナクさんだ。出たね、こいつ出たね。おお、イフリートはワンツースリーできないの、コンボワンツーまでなんだ。レベル低いからか。これ危ないじゃん、これ危ないじゃないの。これみんな危ない、さ危ない、マジさんも危ないじゃん。ヒロさん、ヒロさん、俺らの勝利かもしれないですよ。あ、マジさん行った。ヒロさん、俺らの勝利かもしれないですよ。あ、危ない危ない。俺だ俺だ。ナクさん、もう挑発だってしないもん。あ、ヒロさんに行った。ヒロさんに任せとけばいい。ヒロさんにやらせとけばいい。よしよし、俺は今のうち回復したい。そうか、ワンツースリーのコンボ期待しちゃうからあれになっちゃうんか。ワンツーで早くやんないとダメなのか。マジさ、床暖かい。こんだけぬっくいですからね、イフリートはいるんでね。きた、ヒロさん、ヒロさんだね、ヒロさんだね、俺より HP 高いのね。この寝てる、寝てるよ、寝てる。やっぱ上手い人ほど回復がないとやっぱあれなんだね。ちょっと面白かったなこれ。面白かった。やっぱほら前回僕ヒールやってたでしょ、はい、だからまあまあこれ縦4人だったらいけるかもなと思ったんで。大丈夫だな。
ただ DPS4 人だとちょっと難しいかもしれないですね。ああれか、 DPS だと破術師があるから大丈夫か。ああ、まあいいや。破術師 DPS ですもんね、きっと。コメント、焼き鳥さん、イフリート、またあの4人来た。前回ボコボコにした4人が来た。帰りますか。はい。マジさヒーラー持ってないですもんね。ヒーラーまだ上げてないですね。持ってないですよね。あーなるほど、そっか。ではではですね、いやーちょっとどうかな。ですね、魔人さんは、文句。そうですね、 DPS は文句が一番高いですね。文句で、はい、ヒーラー持ってたらヒーラーだったんですけど、文句でとりあえず今日はしてください。今は、で、僕ら3人はヒーラーにしてください、全員。はい。ヒーラーでやりたかったな。タイタン。タイタン。さあ誰が立てやるんだろうね。これも生き残りせんかな。ああそうだ。そこに逃げなきゃダメなやつか。足踏み始まったら。メーディカやんないと。あ、ちょっと待ってくださいね。あ、どうすっかな。縦回復がないから迅速のメディカじゃ、ちょっとごめんなさいね。あ、はい、メディカ。頑張ってください。誰が立てとるんだかね。マジさんでしょうね、きっとね。コブ。学者だよ。行きますか。はい。まあ、ヘイト取った人は取ったらでいいっすよ。ナクさんだ。ナクさんだ。頑張って。すげえな、ナクさんなんだ。まあ間違えた、メディカじゃない、間違えた。わしもか。あ、しまった。全然関係ないとこ見てた。ランドストライク。ああ落ちた。嘘、ヒロさん嘘。あ、ランドストライク来た。ノークさん強えな。おっとマジか。
オーバーヒール。いやーちょっとクロスホットバーがわけわかんないセットをしてるからちょっときついなこれ、うん、おっときた。あれしよう、ナクさんに、うわ端っこだ端っこだ、いやまた俺あかん、もうよそ見ばっかりしてる。ちょっとリジェネ入れとく、ナクさんに。違う違う違う、ん？魔人さんが一時になりました。あ、なるほど、してもらえば、うん、俺なんかケアルとメディカの場所を間違えてんだろうな、何やってんだろう俺、うん、セットの仕方が自分が思いってるのとセット位置が間違えてるんですよ多分ね。いけたの？まだ、あ、まだまだか。瞬間狙い。あ、瞬間壊せ。死亡。死亡。タイムオーバー。全然無理じゃん。瞬間が多分やってなかったから。壊れてなかったですね。全体攻撃が。そっか。なんだ俺全然関係ないとこ見てた。ケアルとメディカは違うんだよきっとねこれね。ギブします、行きます、もう一回行きたい早く落ちちゃった。ナクさん数体いたんでタイムオーバーは解放した時以来からもうここにナクさんの歴史に黒歴史を一つ作ったっていうね行きますよ、はい、一瞬こっち来た、怖かった今。あ、こっち来た、こっち来た、こっち来た、来ないで、ね、こっち来た。ちょっと待って、ちょっと待って、ね。お、強え。ランドストライク。みんなそっち側向いてんだよな、俺もそっち側向こうかな。ガンガンちょっと軽く入れてきましょう。深刻ナクさんに俺石になる。ありがとうございます。進化潰れた。こっからっすね。
ナフさんにリジェネ入れて、おっと危ね、魔人さんキャルで、タイタンバフ、ウィー、よどみ来た、いや怖っ、ホットバー見てらんねえな、これヒロさんヒル、ナクさんはリジェネ入れといて、バフアクアオラ入れて、あっ、そうだ、岩ぶっ壊し、ありがとうございます、メリカで、ナフさんにリジェネ入れといて、ヒロさんかな、ヒロさんにケアル、 BGM かっこいいっすね、うん、いいっすね、よどみよどみ、ヒロさんケアル、メリカ閉じ込められます、うわちょうどもうちょい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 、ナクさん、おっとよどみ、ヒロさんにケアと入れといて、ナクさんにメリカ、じゃん来たよ、危ねえ、いやこれ結構興奮すんなこれいやいや、よかった、今度は落ちなくて、え、ちょっとこれヒーラー全員企画が面白いかもしれないですねほぼほぼナクさんがヘイト管理、うん、すごいね、面白いねこれね、ちょっと一発目ダメだったんで、これああちょっと企画倒れかなと思ったんですけど自分があまりにも早く落ちた、大丈夫でしたね、思いのほかいけましたね、うん、おお面白い、ちょっと他考えましょうか、あ、一旦脱出しましょう、はい、お疲れ様です、ここサムネ撮れる、あ、出ちゃったか、学者使ってたからナクさんがうまい具合に、ああ学者、うん、うまい具合にね、あの強化できてたんですよ、うん、楽器弾いてるかわいい子が楽器弾いてるんですけど、この子かわいいっすね、いいっすね、輪っかもついてるし、なんか銀牛指示になったら楽器弾けるらしいっすよ、弓矢な、ああいいですね、何弾いてんだろう一生懸命はい、コメント、チョモさんヒーラー4人楽しそう、チョモさん持ってますからねヒーラーね、はい、焼き鳥さん新たな全員企画誕生、ですね、今晩新でやってるんですけど、やったんですけど、 ID をワンジョブでやるのと、あとちょっと仕事中にまた考えてたんですけど、例えば
4人よ、22でタイムアタック、例えば僕とナクさん、僕がヒーラーやってナクさんがタンクやって用意スタートと、例えば平田さんがヒーラーやってマジンさんがタンクやってて、要するに2チーム分かれるわけですよ。ああ、なるほど。そう、それでボスの手前まで、あら、1階層、2階層、3階層ってあったら、それぞれをほら紫のラインがあるじゃないですか、床に。うん、だからナクさん2人だと解除じゃないと入れないから、そうそう、その手前までですね、とりあえず紫のラインまで先に行った方で、3回ぐらいあるじゃないですか紫のラインって、地面に、はい、1ボス2ボス3ボスみたいな感じですかね、はい、そう、そうすると1回目まずそこで早く行った方が勝利、2回目早く行ったっていう、要するに3回戦で3ポイントみたいな感じですね、2ポイント先に取った方がみたいな感じで、うん、まあ、タイムアタックで行くと、まあ、もちろん2人1組なんで、1人がヒーラーさんが倒れたらまた戻ってっていう感じでやっていただくんですけど、うん、で 2-2 でちょっと競争するのもどうかなと、4人で行かなくても、はい、それもちょっと考えました。一応企画としてね、面白そうな、他の人はあんまやらなそうなことを考えないと面白くないんで、うん、まあとするとタンクヒーラー組じゃないですか、生き残れるのは、うん、タンクでもいいんですけどね、あ、4人タンクで入って 2-2 でどっちが早く着くかみたいな感じで、うん、うん、そこも駆け引きですよね、敵わざと取らせといて早く先に行っちゃうとかね、あ、なのでそういう風にしてやるのも面白いかなってちょっと思いました。うん、うん、あとはワンジョブで全員、まあ、ちょっと DPS はないと思います、 DPS 回復ものによってはあれなんですけど、なのでヒーラー4人とかタンク4人とかそういう感じでいければいいかなと、あとはもう難易度が上がってる晩神とか難易度が上がってたり8人系になったらそれこそ結構面白い感じに組めると思うんで、うん、うん、その時はその時でまた考えようかなと思っております。はい、はい、次回やります、ヒロさんタンク、今度はタンクか、次難しいやつになりましたっけ、ほら最初は例えばメインのいつもほら潰してるやつ、ああはい、が、あ、今日でも やんなかったでしょ、腹足り、はい、だからそこはまあ確実にやりましょうか、はい、なので腹足りですかね、今回次回こそはそれをメインでやって、うん、めっちゃ引き笑いですけど誰ですか、めっちゃ引き笑い、あはははって言ってめっちゃ引き笑いの子がいるんだけど、あ、楽器弾いてた子か、はい、ですかね、腹たりなんですけど、まあマップ的にはどうこうというより、まあメインの ID は例えば誰かに言ってもらって、自分はちょっとこれやりたいなとか、ああなるほど、うん、一回そのメインの ID 終わった後で自分はサスタシャやりたいんでお願いしていいですかみたいな感じとか、うん、それでもいいです。今ちょっと晩神でね、今時間潰してたんですけど、この時間を遊びで、はい、タンク行きたいですとかそういう感じにしても全然構わないので、とりあえずもう最初の方のやつで一回、うん、サスタシャとかも結構あれそこそこ最初にしては難しいと思うんで僕は、ああ。うん、なるべくなら一本道に近いやつじゃなくてちょっと興味だけ混んでたやつの方がいいかもしれないです、うん、もしかしたら、ああ、そうですね、すぐ終わっちゃうとなんかあれって感じなんですよ、僕も終わってみて、うん、いやもうちょっと適当、うん、やって慣れたかったなーっていうのあるんで、うん、うん、だからまあそこら辺はおいおい、まあ、やりたい時が来たらおっしゃっていただければっていう感じですかね、はい、はい、
コメントは2人だと解除じゃないと入れないからって、ナフさんが。私が行った方が有利になっちゃうかも。ナフさんになんか、ハンデをつけるようなやり方あんのかな なのないよな はい。じゃあ、といった感じで、本日は、若干早めではありますが、ここまでにしたいと思います。ちょっとね、僕まだストーンビジル実は終わってないので、あれから全然進んでないので、そこら辺も終わらせて、ちょっとね、やっぱり、今、竜騎士、レベル50目指してるんですけど、で、とりあえず、ヒーラーと盾と DPS 揃えてから、ちょっと進めようかなと思ってました。ので、ちょっとね、もうぼちぼちメインのストーリーの方進めようかなと思っております。チョモスさん、お疲れ様です。ありがとうございます。はい。といった感じで、また、来週の金曜ですかね、やりたいと思います。冒頭に申し上げた通り、フリーカンパニーの方、メンバーの方は引き続き募集しておりますので、気になる方は、動画の、2つ前の動画、ライブですかね、見て、参考にしてください。はい。ナクさん、ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい。ということで、本日は、魔人さん、ヒロさん、ナフさんにご協力いただいての、FF14、ID 攻略と、イフリートタイタンをお届けいたしました。お二方ともありがとうございました。ありがとうございました。いちごさんみたいな方がいらっしゃいますね。といった感じで、今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ご来場ありがとうございます。またお会いしましょう。バイバイ。